ドラビダ語族の北部ドラビダ語派に分類される言語の一つ。主に、パキスタンのバローチスタン州北東部及びアフガニスタンのカンダハール州南部に和舎がいる。イランの一部にも少数の和舎がいると言われる。現在ドラビダ語族に属する言語の和舎の大多数が、インド南部にいるが、ブラーフーイー語の和舎の多くは、それとは、地理的に遠く離れたパキスタン西部で生活している。 またこの地域以外にも、カラチ、カラート、ハイデラバードなどにも和舎がいる。和舎は大多数がその地域の優勢言語である、バローチー語などとの多重言語和舎であるために、その人数は正確に把握しづらい。エスノローグによれば、約240万人とされているが、これは多分に、第二言語としての和舎が多く見積もられており、ブラーフイー語の母語和舎は、約30万人と推定されている。 ブラーフーイーゴの和者は大多数が居住地域で広く使われる言語、とりわけバローチー語などインドヨーロッパ語族のイラン系諸言語との併用和者である。そのためブラーフーイーゴは他のドラビダ諸言語には見られないイラン系言語からの影響を受けており、イラン系言語やアラビア語から大量に語彙を借用しているほか文法にもその影響が見られる。初期されるようになったのは 最近のことであるため文学は発達していない。ブラーフーイー語話者はイスラム教徒が多く、そのため言語の初期にはアラビア文字が用いられている。ドラビタ語族の中ではブラーフミー,ー系文字を以外を用いて書かれるのはブラーフーイー語のみである。ブラーフーイー語は本来口語であったが20世紀後半よりアラビア文字によって書かれるようになった。イラン、パキスタン、 アフガニスタンでは、ナスターリーク体によって書かれる。ブロラクバと呼ばれるラテン文字聖書法が、バローチスタン大学ブラフィー5部門によって開発されている。タラールという現地の新聞はこれを採用している。下記は新しく作られているブロウィーバセゲルブロラクバ、聖書法である、ダイヤクリティカルマーク付きの文字は長母音、後部主形音、ソリジタ音、優勢難航外摩擦音、 無精子系側面摩擦音である。母音には、長短の区別があり、単母音、A.I.U. と長母音、A.E.I.O.U. が存在する。また二重母音として、AIA、が存在する。ありがとうございます。